サンバルテルミの虐殺フランソワ・デューボはローザンヌ美術館さんバルテルミの虐殺は1572年8月24日にフランスのカトリックがプロテスタントを大量虐殺した事件である。聖バルテルミの虐殺あるいはセーバーソロミューの虐殺とも表記される。宗教改革者ジャンカルバンの思想がフランスでも勢力を持ちプロテスタントは カトリック側からユグノーと呼ばれた。1562年以降、フランスはカトリックとユグノーとの内乱状態となっていた。国王シャルル九世の母皇、カトリーヌ・ドメディッシスの提案により、ユグノーとカトリックとの融和を図るため、ユグノーの指導者であるナバラ王・アンリと大妹・マルグリットが結婚することになった。 1572年8月17日に結婚式が行われ、ユグノーの中心人物であるコリニー帝徳はじめ多くのユグノー貴族が結婚を祝うためパリに集まっていた。8月22日にコリニーが狙撃されて負傷する事件が起こると、ユグノーは行き通り、国王に真相究明を求めた。 二日後、サンバルテルミの祝日である8月24日、カトリック教皇派のギーズ公の兵が、コリニー帝徳を暗殺し、シャルル九世の命令により、宮廷のユグノオ貴族多数が殺害された。だが、事態は、宮廷の統制を超えて暴発し、市内でもプロテスタント市民が襲撃され、虐殺は地方にも広まり、犠牲者の数は、約一万から三万人とされる。 ナバラオ・アンリは捕らえられ、カトリックへの改修を強制された。だが、内乱はこれでは終わらず、ユグノーは、暴君法抜論を唱えて、より強硬に抵抗するようになり、恩賢派カトリックも独自勢力であるポリティーク派を形成するようになった。2年後に、シャルル9世が死去し、1576年には、ナバラオ・アンリが逃走して、プロテスタントに再改修した。 その後、内乱は新国王安リ三世、カトリック同盟のギーズ公ア安リそして、ユグノオジニエのナバラ王、安リの三つどもえのいわゆる、三安リの戦いと呼ばれる泥沼状態に陥る。ギーズ公と安リ三世が、相次いで暗殺された後の1589年に、ナバラ王安リが王位を継承する。この宗教戦争は1598年にアンリ四世が、プロテスタントに、 一定の制限はあるが信仰の自由を容認した、なんとの直令を発するまで続いた。カトリーヌ・ド・メディシス・アンリ2世の日で、メディチケ出身。夫の死後は相次いで息子を即位させ、実権を握った1517年に、マルティン・ルターが発表した、95箇条の論題を、契機に新生ローマ帝国領域で、宗教改革運動が始まった。帝国は、 プロテスタント諸公とカトリック諸公とに分裂して対立した。構想はシュマルカルデン戦争に勝利した皇帝カール・五世のカトリック人英雄星に終わるかに見られた。だが、1552年にフランスと結んだザクセン選定公モーリッツが反乱を起こして皇帝を襲撃し、カール・五世は大敗を喫して、 プロテスタント信仰を容認するワウクスブルクの和議を余儀なくされる。スペインハプスブルク家の領地であったネーデルラントにもプロテスタントが浸透しており、スペイン王フェリペ2世はアルバコを派遣して弾圧による恐怖政治で応じたが、1568年に北部ネーデルラント7州が反乱を起こし、オランダ独立戦争が勃発する。フランスにおいても 宗教改革と通じる福音主義的思想が現れた。その最初期のものは、ルフェーブル・デタープルによるパウロの所簡の仲介や、フランス語訳新訳聖書が挙げられる。しかし、パリ大学の新学者やパリ高等法院から弾圧され、デタープルは、ストラスブールへ亡命するなど、改革運動に迫害が加えられた。だが、改革派は、急速に影響力を増大させ、 1550年代には、カルバンの指導の下で組織化が図られるようになった。国王フランソワ一世は、アメノ・マルグリットが、人文主義や、改革運動に、好意的であったためか、当初改革派に理解を示していたが、激文事件を境に弾圧に回り、パリ高等法院に、異端審問委員会を設置した。さらに後継者、アンリ二世は1547年に、 特設異端審問法廷を設け、弾圧を強化した。これに対し、改革派は1559年に、第一回全国改革派協会会議を開催し、信仰過剰や、協会の規則を定めて、一応の組織化を果たした。プロテスタントは、決闘信盟である、ブルボン家のナバラ王アントワーヌを名手にいただき、後により信仰に、熱心なその弟のコンデコ・ルイが、 中心人物となった。1559年に、馬上槍試合での事故により、アンリ2世が死去すると、15歳のフランソワ2世が即位し、王妃メアリー・スチュアートのおじである、ギーズ公フランソワとロレーヌ・数奇教が実権を掌握した。熱烈なカトリックであるギーズ家は、プロテスタント迫害を行い、これに反発した、不平貴族が、ギーズ家打倒を図るが、 逆襲を受けた数のプロテスタント貴族が処刑されてしまう。母校、カトリーヌ・ドメディッシスに召喚され、宮廷に出資したコンデコーも逮捕された。1560年にわずか1年半の在位で、フランソワ2世が病死して、幼少のシャルル9世が即位すると、母校カトリーヌは本来は、摂政となるべき、第一血統親王のナバラをアントワーヌと取引を、 行い、ナバラ王の事態により、カトリーヌが摂政となり、代わりに、コンデコーは釈放された。実権を握ったカトリーヌは大法官、ミシェル・ド・ロピタルを徴用して、プロテスタントとの融和政策を取る。カトリーヌは、カトリックとプロテスタントの代表者による、宗教会談を開き、宗教融和を図るが、 彼女の楽観的な見通しに反して、両者の信仰上の相違は大きく決裂に終わった。ユグノーというフランスプロテスタントの故障は、カトリックとプロテスタントとの論争の際に生まれ、ドイツ語のエジナスから生まれた別称である、シャルル九世サンバルテルミの虐殺が発生した1572年8月時点で22歳だった。1562年。 カトリーヌは内戦を回避すべく、サンジェルマン勅令を発し、プロテスタントに一定の制限の下での礼拝の自由を容認するが、ギーズ公の兵士がプロテスタントを虐殺する事件が起き、内戦は不可避となった。ユグノーの指導者コンデコーとコリニー帝徳は兵を集めて、諸都市を攻撃するとともに、イングランド女王エリザベス一世とハンプトンコート条約を結び援助を取り付けた。 国王軍は反撃に出てルーアンを陥落させるがこの戦いでナバラ王アントワーヌが戦死しているドルーの戦いで国王軍はコンデコを捕虜にしカトリックジミエが優勢になるがオルレアン包囲戦の最中にギーズ公フランソワが暗殺されてしまうギーズ家はコリーニー帝徳が暗殺の黒幕と信じた強硬派だったギーズ公フランソワの死により カトリーヌが和平を調停し、1563年に和議が成立した。1567年まで、約4年間一応の平和は保たれたが、プロテスタントとカトリックの対立は続き、国王、母皇のスペインへの接近を警戒したユグノー陣営が、国王奪取を企てたため、内戦が再開した。翌1568年に、ロンジュモの和議が結ばれたが、 この和平はすぐに破綻した。ユグノーは、大西洋沿海地域の要塞化された、拠点ラロシェルへと退却し、ジャンヌ・ダルブレモ15歳の息子アンリ・ドブルボンと共に、彼らに合流した。ジャンヌはカトリーヌに対して、私たちは、神と信仰を捨てるよりは、死ぬことを決意して、ここへやってきたと書き送っている。カトリーヌはジャンヌを、世界で最も恥ずべき女と呼んだ。 1569年のジャルナックの戦いで、王帝安住公安里率いる国王軍が勝利し、コンデ公が戦死する。これにより、先に死去したナバラ王アントワーヌと、ジャンヌ・ダルブレの息子安リドブルボンが、ユグノー陣営の名手となった。ユグノー軍は一軸教に陥るが、コリーニー帝徳の指揮により巻き返し、パリへと進軍する。資金を使い果たした。 国王軍は1570年8月8日にサンジェルマンの和議を結び、ユグノーに対して、これまで以上の寛容を余儀なくされた。ユグノーの指導者、ガスパールド・コリニー。帝徳の称号で知られる。サンジェルマンの和議により、ユグノーには礼拝の自由と4カ所の安全保障都市が与えられた。強硬派カトリックを率いるギーズが宮廷で寄避される。一方で、 1571年9月に、ユグノーの指導者、コリニー帝徳が、国務会議に復帰した。カトリックたちは、プロテスタントの宮廷復帰に衝撃を受けたが、母校、カトリーヌ・ド・メディシスと、国王シャルル九世は内戦を再開させない決意を、していた。彼らは、王国財政の困難を自覚しており、このため平和を維持し、コリニー帝徳と、友好的な関係を保とうとしていた。 ところが、国王シャルル旧姓本人が、コリニー帝徳に強く傾倒するようになり、国王は彼を、良きとも、父上と呼ぶまでになってしまう。国王の信頼を得た、コリニー帝徳は、サンジェルマンの和議の適用を、ユグノー側に有利に進めさせる。1569年にユグノーをかばった罪で、 処刑されたフィリップ・ド・ガスティーヌの邸宅に建てられた十字架の問題が熱心なカトリックであるパリ市民の不満を煽ることになった。この十字架は群衆がガスティーヌの邸宅をぶち壊した際に建てられたものであったが和議の適用を実施するカトリックとプロテスタントの混合委員会はユグノーにとって侮辱である十字架を遺産墓地へ移すよう命じた。 高等法院とパリ市長はこれに反対して問題が紛糾し、結局、12月に民衆の抵抗を排除して十字架は取り除かれたが、この際に約50人が犠牲となり、群衆による顔口壊しが起こっている。1572年5月にルートビヒホンナッサウ、引きるユグノー軍が国境を越えて、レーデルラント領へ、NO、農へ進行し、 モンスとバランシエンヌを占領したとの報告がパリへもたらされると緊張はより一層高まった。ルートビヒフォン・ナッサウはネーデルラントでスペインに対する反乱を起こしたオランジュ公はウィレム一世の弟であり兄に代わって南フランスのオランジュ公国を統治していた人物だった。カトリックはコリニー・テイトがオランダ人の側に立って参戦する洋国王を 説得していると信じた。事実、コリニー提督はネーデルラントでの戦争に介入する、ヨーシャルル旧世を説得しており、前年の10月にはこれに成功していたが、カトリーヌが、この決定を覆している。ジャンヌ・ダルブレ・サンジェルマンの和義が成立すると、母皇カトリーヌは、両宗派間の和平を固めるために、王女、 マルグリット・ド・バロワというグノー陣営の名手、アンリ・ド・ブルボンとの結婚を提案した。アンリ・ド・ブルボンの母、ジャンヌ・ダルブレは二人の信仰の違いを理由に反対しており、カトリックの側でも、この結婚には反対意見が強く、教皇ピウス5世は結婚の承認を頑強に拒み、教皇特使はマルグリットは、けとなり、生まれた子は、死生児になるとカトリーヌを脅した。 マルグリーット自身にも問題があり、彼女はギーズ公アン里と密かに恋仲になっており、このことを知ったカトリーヌは激怒し、娘を寝室から連れてきさせると王と共に彼女を引っ張たき、寝巻きを引き裂き、そして彼女の毛髪を一掴つかみ引き抜いた。この苦難のためにギーズ家一門は一時的に宮廷からどかされている。カトリーヌは ジャンヌダルブレに宮廷に出資するよう圧力をかけた。彼女はジャンヌの息子との面会を求め、決して危害を加えないと約束すると書き送った。これに対してジャンヌは申し訳ありません。私はお手紙を読んで笑ってしまいました。なぜなら、貴女様は私がかつて感じたこともない恐怖を取り除いてくださると申されますので、私は 人々が言うように、騎女が小さな子供を食べてしまうと考えたことなど、ございませんと、返書した。1572年2月、結婚の交渉のためにジャンヌは宮廷に出資するが、母校の態度への不満や、宮廷の腐敗を非難する手紙を息子に書き送っている。彼女はマルグリットをプロテスタントに回収させようと、試みたが失敗に終わった。ナバラ王アンリと、 王妃、マルグリット。作者不明。1572年。4月12日に結婚の契約が調印され、ブルボン枢機卿が司祭ではなく、おじとして祝福を行い、花婿はミサには出席せず教会の外に泊まる、変則的な結婚式が取り決められた。その後、ジャンヌ・ダルブレは結婚式の準備のためにパリに滞在していたが、 病に倒れ6月8日に死去してしまった。検死の結果は、胸部の農用と結核による死であったが、プロテスタントはカトリーヌが毒を仕込んだ手袋を使って、ジャンヌダルブレを暗殺したと非難した。ジャンヌダルブレの死により、アンリ・ド・ブルボンが、ナバラ王位を継承した。7月、ナバラ王・アンリが、騎兵800を率いて、パリに入場し、また、 結婚式に参列するため多数のユグノー貴族が地方からパリに集まってきた。だが、パリは強硬な反ユグノー派都市であり、熱烈なカトリックであるパリ市民はユグノー貴族たちの存在を許容できないと感じており、カトリック説教師たちに先導されたパリ市民は、フランス王族がプロテスタントと結婚することに恐怖していた。この悪感情には、 共作と重税への不満も混じり合っていた。食料価格の値上がりと王室結婚のための贅沢な装飾はパリ市民の反感を受けた。緊張が高まる中、カトリックの守護者とみなされていたギーズ公へのパリの民衆の期待が高まった。プロテスタントとカトリックとの混合結婚式は8月18日にパリ市内のノートルダム聖堂で挙行された。 取り決め通りに、ナバラ王は祝福のミサには出席せず、神父の実が、聖堂に入り、その間、神老は、外で待機する奇妙な形式で取り行われた。ブルボン枢機卿が結婚の同意をマルグリットに求めた、際に彼女は沈黙して、同意の言葉を発さず、立腹した、シャルル九世が彼女のうなじを抑えて、強引に同意の印とさせている。挙式後の数日間、 盛大な祝祭行事が行われたが、カトリックと、プロテスタントとの関係は一層険悪化する。ギーズ家とライバル関係にある、パリ総督、モンモランシーコーフランソアは、危険な情勢を察知して、パリから退去してしまった。事件を描いた俗画。左側に、コリニー提督暗殺未遂の様子が描かれ、右側にはその後に起こった彼の殺害と通りでの、 大量虐殺が描かれている。8月22日、コリニー帝徳が、ルーブル宮から宿へ帰る途中、家屋から銃声が鳴り響き、彼の手と腕を負傷させた。窓に置かれた発煙しているひな輪銃が発見されたが、犯人は、建物の裏手に用意していた馬に乗って逃亡しており、後に捜査員はこの家屋から、ギーズ家へ向かう、馬の足跡を追跡し犯人は、 シャルル・ド・レビエ・ド・モール・ベールであると主張している。コリニー・テイは、ベティシー通りの宿舎へ運び込まれ、下界、アンブロワーズ・パレが、肘から弾丸を摘出して負傷した指を切断した。母校、カトリーヌ・ド・メディシスは、無感動にこの知らせを受け取ると、シャルル旧世や帝身たちと共に、コリニー・テを訪ね、国王は涙を流して、犯人を罰すると約束した。 通説では、対スペイン海戦を主張する、コリニー帝徳を危険死したカトリーヌが、事件の黒幕だとされており、後に、王帝安住公は、彼とカトリーヌが、アンナデステと共謀して、暗殺を計画したと発言している。王妹マルグリットも後に、兄のポーランド王と母が関与したと語っている。他には、ギーズ家首謀者説。 コリニー帝督の国王への影響を止めようとする、スペイン王やスペイン人教皇による陰謀説などがある。ギーズ皇、アインリ。1570年頃、暗殺者と対するコリニー帝督、ジョゼフ・ブノワ・シュベガ。1787年、コリニー帝督暗殺の企ては大量虐殺へと、至る危機の引き金となった。 コリニー帝徳は最も尊敬を集めていたユグノーの指導者であり、加えて国王とも緊密な関係を持っていたものの母校からは信用されていなかった。ユグノー貴族たちは国王に真相究明を強行に求めた。母校、カトリーヌの昼食中にプロテスタントたちが部屋に押し入って法の裁きを要求し、何人かは脅迫的な言事を老している。 ユグノーによる報復の懸念が増大した。兵四戦を率いたコリニー帝徳の議定がパリ郊外に駐屯しており、彼らが攻撃を計画していたという証拠はないが、市内のカトリックたちはこの軍隊が、ギーズけもしくはパリ市民に対して報復を行うのではないかと恐怖した。カトリーヌはチュイルリーグーでアルベルト・デゴルディ、 コンテでリッツライタリア人顧問官と会合を持った。8月23日夕刻、カトリーヌはシャルル旧世を訪れ危機について協議し、それまでコリニー帝徳に好意的だった国王は説得に屈して、そうだ皆殺しだ。皆殺しにしろ、と命じた。タバンヌ元帥はカトリーヌがチュイルーリー宮殿に軍事会議を招集し、次の行動を計画して、 帝徳に対するクワ立は戦争を引き起こすので彼女と我々はパリを戦おうとの提案に同意したと回想している。しかしながらシャルル九世が皆殺しにしろとの命令を下したとき彼が意図していたのはカトリーヌが提出した名簿の人々でありしばしば言われるようなユグノー全体ではなかった。カトリーヌと顧問官たちはユグノーが コリーニーテイトク襲撃への復讐を求めて武装放棄することを予期しており、それゆえに彼らはユグノーの指導者たちが結婚式のためにパリに滞在している間に宣誓して彼らを粛清することを選択したのである。この決定が下されるとパリ市政党局者たちが召集され、プロテスタントの武装放棄を防ぐために縄文を閉じ、そして市民を武装させるよう命じられた。 国王のスイス人傭兵には、リストに記載されたプロテスタント指導者を殺害する任務が与えられた。今日では、正確な事件の経過と虐殺の開始時を定めることは困難であるが、その合図は、ルーブル近くのサンジェルマンロクセロワ教会の朝の祈りの鐘の音であったであろう。サンバルテルミの祝日である翌8月24日、夜明け前に、 キーズ交加心の一団がコリニー帝徳の宿舎に押し入って彼を寝台の上で視察した。遺体は窓から投げ出され暗殺者たちは国王と母妃に供するためにコリニー帝徳の首を切って立ち去り残された体は群衆によって切り刻まれ胴体はセーヌ川の岸辺まで運ばれて公衆台に吊るされそして豚のように焼かれた。その後 ルーブルグに滞在していたユグノー貴族を、スイス人傭兵が中庭へと置いたて、そこで虐殺した。ナバラ王と一部の貴族たちは、キーズケの勢力を必要以上に増長させぬ配慮から、死を免れている。サンジェルマン・ロクセロワ教会の鐘の音を合図に、宮廷外のユグノー貴族も襲撃、殺害された。だが、 事態は、シャルル九世やカトリーヌの統制を超えて暴走し、サンジェルマン直令以来、形成されていた緊張は、民衆暴動の形で爆発する。民衆が市内のプロテスタントを借り立て始めた。プロテスタントが、家から逃げられないように道路に鎖が張られ、民兵や群衆が、ユグノー唱歌を略奪し、女子供そして赤子まで見境なく虐殺した。死体は、 ニウマ社に積まれ、セーヌ川に投げ捨てられた。国王の生止にもかかわらず、パリ市内での虐殺は3日間続いた。犠牲者には、哲学者、ピエール・ラムスが含まれる。また、この虐殺の混乱に巻き込まれて、多数のカトリック市民も殺害されている。ユグノーの首領であったナバラ王とその重邸のコンデコアンリー一世はカトリックに回収することで除名された。 8月26日、国王と宮廷は事件に関する公式見解をパリ高等法院で発した。震災座を開いたシャルル9世は王室に対するユグノーの陰謀を阻止すべく虐殺を命じたと宣言した。市内の一部で虐殺が続いている最中に祝祭と行列が催された。虐殺はフランス各地に広まり、秋まで続いた。 歴史家、ジュール・ミシュレは、サンバル・テルミは1日ではなく、1季節だったと述べている。シャルル9世は8月24日に、地方の長官たちに暴力を妨げ、1570年の直令を遵守するよう命じたが、8月から10月にかけて、トゥールーズ、ボルドー、リオン、ブールジュ、ルアン、オルレアン、モー、アンジェ、ラシャリテ、ソミュール、 ガヤックそしてトロアの12の都市で、パリと同様のユグノー虐殺が発生した。ほとんどは、パリからの虐殺のニュースが到着した直後に起こっているが、いくつかの場所では1ヶ月以上遅れて発生している。いくつかの事例では、カトリックの市民は、国王から虐殺を命じられたと信じており、それ以外の事例では明らかに、地方貴族や、 その代理人から命令を受けている。ギーズ派は虐殺を望んでいたが、このような命令を国王から受けていたことは疑わしい。安住公からの昇進の書簡は国王の名で虐殺を促している。いくつかの都市では虐殺は群衆によって主導され、市当局がこれを鎮圧しようとしており、またその他の都市では兵士や管理の集団が少数の群衆ともに、 プロテスタント粛清を始めている。リオンでは異なる命令が届き、市政当局者の対応が混乱している間に、先導された群衆による、ユグノー虐殺が起こり、著名な作曲家、クロード・グディメルも犠牲となった。ボルドーでは9月29日に、イエズス会のエドモンド・オージェが、先導的な説教を行い、その数日後に虐殺が発生している。一方で、 ユグノー粛清の命令を受けたなんトでは、幸運なことに市長が一週間後に、国王の名義で全く逆の命令が届くまで、この手紙の公表を差し控え、虐殺は回避されている。虐殺後の初市における、ユグノーコミュニティの損失は、人数的には、犠牲者数よりも、はるかに多かった。虐殺の翌週、ユグノーに対する、 明らかに威嚇的な雰囲気に応じて、ユグノーの大量回収が行われた。数百人が殺されたルアンでは、ユグノーコミュニティは、虐殺やより、安全な都市や外国への避難によって16,500人から3,000人に縮小している。暴力が発生していなかった、いくつかの都市でもユグノー人口の顕著な減少が見られる。虐殺からほどなく、両陣営は、 第四次戦争の準備を行い、戦争は、この年末に再開した。虐殺の犠牲者数の見積もりは、ローマカトリックの弁明者による2000人から、自らも危うく、死を免れた、同時代の遊具能である、首里以降による7万人に及ぶ。正確な犠牲者数は未だに算定されておらず、現代の歴史家たちの見積もりでさえ、相当な幅がある。 最小の見積もりは、パリで約2000人、地方で3000人である。その他の見積もりは、パリで3000人、地方で7000人の合計1万人である。最大が2万人以上、または、同時代の無党派の人物による推測に基づく、合計3万人である。パリに関する唯一の確実な数値は、パリ氏が、セーヌ川下流の騎士から死体を引き上げて埋葬した。 労働者に賃金を支払った、際の数値の1100人である。その他の支払い額に関連する、遺体数はここから計算されている。ローマ教皇グレゴリウス13世のメダルグレゴリウス13世が、ジョルジョ・バザーリに描かせたフレスコが1572から73年。内外のカトリックは、虐殺をゆぐのによるクーデターの脅威に対する政党。 防衛であるとみなしていた。コリニー帝徳の首は、教皇グレゴリウス13世のとへ送り届けられ、教皇は国王に黄金の薔薇を送った。教皇は神への感謝を捧げるために手でウムを昇華する、陽明寺、ユグノー撲滅1577年の兵庫と共に、虐殺されたプロテスタントの隣に十字架と剣を、掲げた天使を刻んだメダルを発行させた。 また、教皇は、ジョルジョ・バザーリに1571年のレパントの、海戦でのトルコ人に対する勝利と組み合わせになる、コリニー帝徳の負傷、彼の死そして高等法院における、シャルル九世からなる三点のフレスコ画の制作を依頼した。虐殺は、神聖なる懲罰であると解釈され、コリニー帝徳は、キリスト教世界に対する脅威であるとみなされていたので、 教皇は1572年9月11日を、レパントの海戦とユグノー虐殺の合同祝祭日とした。カトリック教会は、この虐殺を公式に謝罪したことがないが、虐殺の本質が次第に明らかになると、教皇庁における個人的な懸念が高まった。グレゴリウス13世本人も、コリニー提督暗殺未遂犯とされるシャルルド。 モールベールとの接見を拒否している。虐殺の報告を受けたスペイン王フェリペ2世は、生涯でただ一度の笑みをこぼしたという。一方で、シャルル9世の衆都の神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世は、虐殺を、はずべくことと述べて激怒している。フランスの恩恵派カトリックは、宗教統一が、核も多くの流血の価値があるものなのかと動揺し、 宗派間の利益よりも国家の統一に重きを置くポリティック派と呼ばれる運動の人数を増大させ始めた。カルバンは神徒に抵抗を認めなかったが、ユグノーに対する弾圧が強くなると、ユグノーたちの間に支配権力に対する抵抗理論が現れた。サンバルテルミの虐殺によって宗教対立がいよいよ抜き差しならない段階に入ると、 武力抵抗を肯定する必要が生じた。こうして、武力抵抗を肯定する理論として暴君は、打倒しても良いとする、暴君法抜論が現れ、暴君法抜論者をモナルコマキという。暴君法抜論として代表的なのは、テオドール・ド・ベイズの、親民に対する、異性者の権利について、と、デュプレシモルネ・ト・ランゲが表したと推定される。 暴君に対する反抗の権利である。ジャンボダンベーズは、異性者が人民の同意しない権力を行使した場合は、これに抵抗することが可能であるという。ただし抵抗の主体となることができるのは、個々の人民ではなく、三部会、もしくは大貴族によっての未国王を訣伐することが可能であるとした。後者の著作は、ベーズのものより、 体系的な政治理論を展開しており、一連のユグノーの暴君法抜論の中では絶頂であると考えられている。一方で、カトリック恩恵派はモナルコマキたちが君主への抵抗に、神との契約違反を見たり、教皇の承認を重視したりする傾向に批判的であった。彼らはむしろ国家を重視し、宗教上の問題に寛容な解決をもたらすことで、 政治的統一を尊重すべきと説いた。宗教よりも政治的配慮を優先する彼らはポリティークと呼ばれた。ポリティークの代表的論者はジャン・ボダンで彼は一方で近代的な主権理論の祖とも言われる。ボダンは中世的な国王体験を発展させて主権概念を作った。この主権とは国家を支配から非支配の関係で捉えた際に 支配者側が持つ絶対的な権限のことで国王にのみ固有のものである。彼によれば国家の絶対的な権力が主権であり主権による統治が国家である。つまり主権は国家そのものと不可分である。要するに伝統的な封建制や従来の身分制社会では国王と末端の非支配者である人民との間に大貴族や軍将の領主のように 中間権力が存在したが、ボダンは主権を設定することによって、中間権力を排除して、支配者と非支配者の二者関係で国家を定義した。これによりモナルコマキたちが主張した、貴族などが支配権の一部を分担しているという観点から、抵抗権を認める、暴君法抜論を否定した。サンバルテルミの虐殺で大打撃を受けたユグノーは、ラロシェルに集結して、 抵抗の意思を示し、第四次戦争に突入する。王帝安重工を率いるカトリック軍がこれを攻撃したが、1573年7月に、ブローニュ王令が出されて和議が成立した。ユグノーは1574年に第一回改革派政治会議を開き、ユグノーの優勢な地域での徴税とそれを財源とした常備軍設立を決定し、 ほとんど独立した状態となった。1574年5月に、シャルル9世は死去し、弟のアンリ3世が即位した。その後、数字の改戦と急戦を繰り返したが、第四王子、アラソン・コー・フランソアやモンモランシー家が中心となった、恩賢派カトリックのポリティーク派がユグノと同盟を、結んで優勢になった。 ナバラ王アンリは1576年に宮廷から脱出してプロテスタントに再改修している。1581年にユグノーはナバラ王を保護者として衰退した。1584年6月に王廷安住公フランソワが死去しサリカ法に則りナバラ王が筆頭を追い継承権者となる。危機感を持ったカトリック陣営は スペインの後ろ盾を得て、ギーズアンリを名手とする、カトリック同盟を結成して対抗した。カトリック同盟は、アンリ三世に、ナバラ王の王位継承権無効を迫り、内乱は、宗教問題に、王位継承問題が加わって、国王アンリ三世、カトリック同盟のギーズアンリそして、ユグノオジニエのナバラ王ンリによる、三ンリの戦いと呼ばれる様相を呈するようになる。 1588年にパリで発生したバリケードの非事件でカトリック同盟が国王に対して優勢に立ち、ほとんどすべての要求を受け入れさせたが、アンリ三世は巻き返しを図り、同年に開催されたブロワ三部会の際にギーズ公アンリを暗殺した。この時、病床にあった母校カトリーヌは、息子の愚行を嘆きつつほどなく死去している。 アンリ三世は、ナバラ王と同盟して、パリ奪回を図るが、翌1589年には、国王も、同盟側によって暗殺され、バロア朝は断絶した。ナバラ王アンリが王位を継承して、ブルボン朝サが開かれた。カトリック勢力はアンリ四世の王位を拒否して根強く、反抗した。1593年にアンリ四世はカトリックに、 改修することで、翌年パリに入場することができた。この改修によって、カトリック勢力は次々とアンリ4世に基準し、内乱は収束へと向かう。アンリ4世の改修に改革派は危機を覚え、改革派政治会議を全国組織にし、会議は1595年から1597年の間、王権と並ぶ統治機関として機能した。 これに対しアンリ4世は改革派に宗教上の保障を与えるなんとの直例を1598年に発布した。改革派はこれに満足し、王権への忠誠を誓った。結果的に結婚式がサンバルテルミの虐殺の契機となったアンリ4世とマルグリットは不仲となり、子もなかった。このため二人は1599年に離婚している。 なんとの直令で信仰を勧容されたユグノーは、いくつかの安全保障都市を与えられて、フランス内で、独自の勢力を保つようになったが、ルイ13世の治世に、たびたびの討伐を受けて、その特権は縮小した。そして1627から28年に、リシュリュー数奇教を率いる国王軍に、ラロシェルを包囲されて降伏し、 すべての特権を失いかろうじて制限付きの信仰の自由だけが残された。だが、ルイ14世の治世になって迫害が強まり、1685年のフォンテーヌ・ブローの直令で、なんとの直令は撤廃され、ユグノーは信仰の自由すら奪われ、多くのユグノーが国を捨てることになった。このため、現代のフランスでは、 プロテスタント人口は1.7%と少数派になっている。サンバルテルミの日のユグノー。ミレーが。1852年、エリザベス朝時代の劇作家、クリストファー・マーローは英訳されたユグノーの作品や、おそらくは、彼の故郷カンタベリーに避難してきた難民を通じて、この事件について熟知していた。彼はこの事件を題材とした強い反カトリック。 反フランス的な作品、パリの虐殺を表した。この題材は1772年に上演された、ルイ・セバスチャンガ・メルシエの作品ジーン・ヘニール、ビショップ・オブ・リズでも取り上げられている。この作品は、エリザベス・インチボルドによって英訳本案され、1792年に上演された。フランス革命の時期に上演された、マリー・ジョゼフ・シェニエの作品、シャルル世・キューセイ。 または王様の学校は、この虐殺を教訓とする強い反王権、反宗教を描き大成功を収めた。シェニエは、自らの主張を、政治家として実践する機会を得ており、ルイ16世や、その他多くの処刑の氷結に加わっており、その中にはおそらくは、彼の兄アンドレ・シェニエが含まれる。しかしながら、恐怖政治が終焉する以前に彼自身が、 恩憲派の権威をかけられて危険にさらされている。この題材は小説家もなされており、主な作品には、プロスペル・メリメのシャルル・9世の幻想や、アレクサンドル・デュマ・ペールの王妃・マルゴがある。デュマの小説を原作とした映画に、バルテルミーの大虐殺と王妃・マルゴがある。この虐殺を非常に大まかにだが題材とした、フランスグランドオペラ、 ユグノー教徒は、ジャコモ・マイア・ベアの代表作の一つとなっている。映画、イントレランスの、サンバル・テルミの虐殺の場面、ラファエル全パの画家ジョニエ・バレット・ミレーは、サンバル・テルミの火のユグノーにおいて、虐殺の場面での感傷的な情景を描いた。この作品では、カトリックの女性が、ユグノーの恋人に、カトリックの印である白いスカーフを身につける、よう説得するが、 信仰に忠実でありたい男性は穏やかにこれを拒否している。ミレーはマイア・ベーアのユグノー教徒を干渉した際にこの作品の着想を得た。サンバルテルミの虐殺とその周辺の出来事は D.W. グリフィスの大作映画イントレランスのオムニバスに組み込まれている。映画ではカトリーヌ・ド・メディシスが虐殺を計画し息子のシャルル九世に これを認可する、要強制する。その他の登場人物には、ナバラ王、アンリ、マルグリットド、バロア、コリニー提督、そしてアンジューコウがいる。この作品では事件に巻き込まれたユグノーの家族の創作場面と並行して、史実の場面が描写された。ありがとうございます。